ルイス・ミゲル・サンチェス・セロは、ペルーの軍人、政治家。第71代、第75代大統領。ペルーでは、初のアフリカ系大統領である。軍事クーデターにより、初代臨時評議会大統領に就任した。マダガスカル人系の中流家庭に生まれる。サン・ミゲル・デ・ピューラ学校卒業。この時の同級生に、ペルー最高裁判所長官。 ペルー社会民主党党首を務めたルイス・エイ・エグ・イグレンがいる。1906年、リマのチョリオス士官学校に入学。1910年不評勝位に任官。本人の要望でスランナの国境警備隊に配属される。翌年、シークーニに転属を経て、リマに戻る。1914年、オスカル・ベナビデス参謀総長を率いるキジエルも、 ビジングルスとアングロ政権転覆のクーデターに参加。この時、政府軍の機関銃をダッシュ戦として銃弾により右手2本の指を失う。以降、コロタとのあだ名をつけられる。単位昇進後、参謀本部府。1915年、ワシントンの駐在部官となるが数ヶ月で帰国し、チリ部隊隊長を務める。ホッセパルドイ・バレーダ政権成立後、アレキパを経て、 ロレート県国境警備隊長を務める。この時、国境侵犯しようとしたエクアドル陸軍のミゲル・ボニラ、中尉率いる50人の部隊を援軍なしで阻止した功績を持つ。1922年、タクイレ島シクアに新空人の連隊に在籍中空出たの疑いで、軍法会議にかけられ、父地地下のタクイレ島を経て、サンロ連祖島に流刑。軍籍剥奪後、 チャコールペンシルを売る仕事に就いていたが、アウグスト・レギーア大統領の計らいで、復帰、1924年戦争勝負を経て、第四公平大退場となるも、政治的配慮から罷免される。その後、カハタンボ軍長官を務めていたが、1925年、欧州に留学を決意。スペイン外人部隊の一員として、第三次リーフ戦争に参加し、フランス、イタリアに留学する。 またこの間、フランス語とイタリア語を習得。1929年1月、ペルーに帰国しアレキパの第三公平大隊長に就任。この頃、貧困法制作からセロを議員に推薦する声もあった。皮肉にもオンセニョの終焉という形で彼はそれを実現してしまう。1931年8月22日、セロは自らの部隊を引き放棄。 レギーア政権の初期間だった法学者のホセルイス、ブスタマンテイ・リベロに革命宣言を行わせた。革命は柴叩く間に全土に広がった。世界恐慌の煽りを受け、経済破綻でレギーア政権に不満を持っていたリーマ市民はこのクーデターにおおむね好意的だった。一方、レギーア大統領は事態を収集すべく軍事評議会を行うとするも25日朝に 軍の制圧下に置かれ辞職した。こうして10年以上にわたるオンセニオは終わりを迎えた。レギーア大統領から権限を委譲されたマヌエル・マリア・ポンセブローセト中将は臨時大統領に就任後、議会を凍結させ27日に臨時評議会を設置、セロが初代臨時評議会大統領に就任した。翌1931年、セロは エドワード8世に接近することで、イギリス政府の後ろ盾を得ることに成功したが、中佐、それも一個大体の指揮官に過ぎない、セロの軍内部での地位は依然としてもろく、3月1日、海軍との対立から、大統領職を罷免されてしまう。その後、数ヶ月の間に、幾人の軍人が大統領となっては罷免されるなど、臨時評議会は、混乱が続いたため、10月に、 大統領選挙を実施することとなった。セロは早速この選挙に立候補する。そこに対抗馬として現れたのは、アメリカ革命人民同盟のビクトル・ラウル・アヤデラ、トーレだった。両者ともに大衆動員を図ったが、結果的にはセロが勝利し、再度大統領に復帰することになった。トーレは、この結果を不正選挙だと球団、セロもエープラの弾圧に乗り出した。以降、 エープラによるテロと軍部の弾圧という争いが続くこととなる。正常不安に加え、エープラによるテロなど、ペルー国内は混乱が続いていた。そんな中、レギー・ア大統領が秘密裏にしていたサロモン・ロサーの条約の詳細な内容が、クーデターにより明らかになったことで、かねてより不満を抱いていた市民が暴徒化、1932年9月、レティシアを占領する。 両国政府はすぐさま軍を動員。こうして、コロンビアペルー戦争が勃発する。コロンビアとの戦争に赴くペルー軍将兵を、越兵していた時に、エイプラ党員に暗殺された。去年43。彼の名にちなみ、モケグア県には、ゼネラルサンチェス・セロ軍が存在する。エルプライマーアメスティーソクジェゴ・アルポデエルハットバスードレ、2005、トモ15。 p14 から15、バスドレ、2005、トモ15、p15、バスドレ、2005、トモ15、p16、シンエンバーゴー、エルヒストリアドールホルヘバスードレディーチェク、ノーエスアグザクタ、エスタベルシオンデスウオクトゥーアセオーネイエヌベルリフ、オーパス、CIT、トモ15、p18、ありがとうございます。